KK ボックスをご覧の皆さん、八木かえりです。テレビアニメ「ビビフローライターズソング」で主人公のビビの歌を担当しています。あるオーディションですごく楽しく歌えたので目指そうと思いました。中学3年生の時に上京する前の最後のライブで、なんか新しいことを始めたいなと思って始めました。曲は知ってます。とまだ始めて1年半ぐらいなので、何もかもわからないことばかりなのがすごく大変です。一曲作るのが大変です。とビビのお話をいただいて、アニメがすごく好きなので初めての表で歌えることがこうやってアニメで関われてすごく嬉しかったです。ビビとして歌う時に、そのビビの置かれている状況やステージでお客さんが増えたりっていう環境が変わっていく中をちゃんとイメージして歌うことを意識しました。普段の生活でちょっと考えてみたんですけど、水を飲ませてくれる AI が欲しいです。 SNS や YouTube とかで海外の方の言葉を見て、分からないので翻訳して見てるんですけど、すごく嬉しいです。コロナになる前に台湾に行きたいなと思ってパスポートを取ったんですけど、行けなくなってしまってすごく行きたいです。台湾は美味しいものがたくさんあるイメージです。ビビの歌と他の AI たちの歌たくさん聴いてください。ありがとうございます。